こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書陰影第三の解説をやっていきたいと思います。筆者の谷崎潤一郎は明治生まれの小説家、詩人の愛、春金賞、そして笹目雪などの有名な作品を残しています。今回解説するのは陰影第三という谷崎潤一郎が書いたエッセイ。エッセイというのは作者の思いや感想を述べた文章のことを随筆とも言うね。陰影というのは影、光の当たらない部分。谷崎潤一郎はそこに微妙な何かや趣を感じ取った。その影を第三、素晴らしいもの、立派なものとして褒めたたえたのが今回の文章です。今回の解説の前半部分は日本の器、漆器と日本料理と影の関係を考えて、後半部分では伝統的な日本座敷と影の関係について考えていきます。今回の文章でここの部分が知りたいっていう人は下の説明欄に目次を貼っていますので、それを利用してください。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが出てきます。その中には他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。作者の谷崎潤一郎が京都にある有名な料理屋に行った時、これは1933年の春のことなんだけど、もうそこでは以前のように食台、ろうそくを立てる台を使って部屋の明かりを灯していなかった。お客さんの中でろうそくの火では暗すぎるという人が多かったから、もう電灯を使うようになっていたの。電灯の光は明るいからね。でも作者の谷崎潤一郎は電灯などではなく、ろうそくなどを立てる台、食台によって照らされる明かりの中で、そこの料理をいただくのを楽しみにしていたから、電灯の明かりは消してわざわざ食台を持ってきてもらったんだね。で、その明かりの中で見た日本の漆器。漆器というのは、こちら、漆塗りの器のことなんだけど、それがひときわ美しく見えた。これがもし電灯の明るい光の中では、とこんなに美しくは見えなかっただろう。漆器はぼんやりとした薄明かりの中に置いてこそ、その美しさが発揮される。みんな想像してみて、その料理屋の座敷というのは、年季が入っているから、床柱や天井なども黒光りしている。そう、木造の建物っていうのは長い年月が経つと黒く光るようになってくるの。その中で食材の方の明かりがゆらゆらと瞬く。そこでは薄明かりができたり影ができたりする。そういった明かりの中で禅とか湾といった漆器を見つめていると、その塗り物の沼のような深さと厚みを持った艶が一層魅力を帯びてくる。ここで作者は漆器の艶というものを深みがあってそこがわからないような沼に例えているわけで、私たちの祖先がなぜ塗り物の器にその色に愛着を覚えたのかというと、それはね、偶然ではない、必然だというふうに作者は考える。現在の日本は、この現在というのはこの文章が書かれた時、1933年から34年にかけてなんだけど、もうその頃の日本でももう茶会とか特別な儀式以外ではほとんどが陶器ばかり使われるようになっていた。だからこの時代ですら漆器というと野暮臭くて上品ではない、優雅な味わいがないものとして見なされてしまいがちだったんだけど、そうなってしまったのは日本が伝統を使うようになったからだ。こういうふうに作者は考えている。以前伝統がなかった時代は食材を用いてろうそくなどの明かりによってその中で漆器というものを使っていた。この薄暗さ、闇というものを条件に入れなければ漆器の美しさというものはわからない。黒っぽい漆器というのは幾重にも闇が堆積した色。ここで作者は一言で闇と言ってしまわずに、闇というものは一種類ではなく、いろんな色のバリエーションがあるもの、微妙な色彩の一種として闇を捉えているんだけど、そういったいろんな種類の闇、暗黒の中から、この漆器というものは偶然ではなく必然的に生まれ出た。こういうふうに作者は考えている。でね、漆器にはこちらのような蒔絵などを施したものがあるんだけど、この蒔絵というのは漆で絵模様を描いて、金とか銀の金属粉を巻いて磨く日本独自の工芸のことなんだけど、こういった蒔絵などは電灯の下で見てしまったら、なんかピカピカ光るケバケバしいものにさえ見える。ね、作者はここでわざわざカタカナで表記することによって、それが薄っぺらくて俗悪なもの、こういった思いを表現しようとしてるわけ。
でもね、こういった蒔絵などは伝統の明かりではなく、薄暗いろうそくの明かりの中で見てみると、全く印象を変える。それまでのケバケバしさが底深く沈んでいって、その代わりに渋くて重々しいものに変わる。つまりね、古の工芸家たちは、そういった派手な蒔絵を描くときも、それが暗い部屋の中で使われることを頭に置いて、乏しい光の中における効果を狙ってその器を作ったっていうこと。そうするとね、その蒔絵の本当の良さが見えてくる。たとえそこに金色が贅沢に使われていて、明るい光の中ではピカピカしているように見えたとしても、薄暗い中でそれを見てみると、それが深く闇の中で浮かび上がってくるかのよう、ちらちらと灯火を反射することによって、そこからはいろんな表情を読み取ることができる。そしてその派手な模様の大半は闇の中に隠れてしまう。そうするとね、そこに何があるのか、そういうふうにその器を使う人に対して、いろんな思いを湧き起こす仕掛けともなるわけ。ね、漆器というのは明るいところで見るとその艶がピカピカと光って見えるけど、それを暗いところに置くことで、その艶は灯火の揺らめきを映し、その静かな部屋の中に流れるゆっくりとした風すら、その炎を揺らめきから感じることができるようになっていく。ね、金蒔絵がちらちらと浮かび上がったり消えていったりすることで、それを使う人たちは風の訪れを感じることすらできるわけ。その日のはためきというのは夜の脈拍のよう、人の心臓がドックンドックンするように、夜というのもまるで規則的なリズムを刻んでいるかのよう、そういった夜の脈拍というものがその日のはためきから伝わってくるようなんだね。その日の中では畳に小川が流れているかのよう、ゆらゆら揺れる明るさや夜の暗さというものを筆者は水の流れと重ね合わせているんだけど、そこでは夜そのものに巻きをされたような感じ、織物の模様である綾をそこでは織り出されているかのようなんだね。でね、食器として陶器も別に悪くはないんだけど、漆器のような深みはない。伝統はもちろんのこと、ろうそくの明かりでそれを見た時も、漆器のような陰影影はなく、深みもそこから感じることができない。そしてその陶器を持ってみると重くて冷たい。で、すぐに熱を伝えてしまうので、熱いものを盛るにはちょっと不便だよね。で、カチカチという耳障りな音もする。それに比べて漆器というのは手触りが柔らかくて軽い。音も漆器のような耳障りな音は立てない。吸い物など熱いものをその器に入れても、すぐにその器が熱くなることはないから、今でも吸い物にはこの漆器が使われることが多いけど、その器を持ってみると、生温かいぬくもりをそこから感じることができる。その感触はまるで生まれたての赤ん坊の肉体のよう。筆者はそこでぷよぷよという擬態語を使って、その器から感じることができる心地よさを表現している。で、しかも陶器と漆器それを入れた後の見た目も変わってくる。陶器では汁の中身が全て見えてしまう。汁の具とか入れ合いが見えてしまうけど、漆器ではそれを口に持っていくまでの間、暗い奥深い底の方に何かの液体がよどんでいるとしかわからない。その色は容器の色と一体化してしまったかのようで、何があるかはっきり見分けることができないから、そこから私たちはいろんな思いを湧き起こすことができる。私たちがその汁を口に含む前に、ぼんやりとその味わいを予感することによって、それを飲む前にもいろんな思いを抱くことができるっていうわけ。これは一種の神秘と呼ぶこともできるし、禅味、仏教の禅の趣があるということすらできる。こういった思いは日本の料理に対して抱くこともできる。日本料理はよく食うものではなく見るものだ、こういうふうに言われがちだけど、ね、日本料理というのは見た目が美しいものが多いから、まずは食べる前に目で楽しむものだ、こういうふうに言われがちだけど、作者は日本料理というものを目で見る以上に瞑想するものだ、こういうふうに考えている。そう、日本料理というのはそこから深く思い考えることができるものなんだね。その一つの例として作者は羊羹を挙げている。この羊羹というのは夏目漱石が草枕の中で賛美して褒めていた食べ物なんだけど、確かに羊羹の肌というのは玉、宝石のようと言っても、ゼリーのように全てを見通すことができるものではなく、半透明に曇った肌を持っている。そこでは火の光が吸い取られて、この明るさが含まれているかのよう。こういった色合いの深さ複雑さというのは西洋の菓子にはないもの。例えばクリームなんてめちゃくちゃ単純な色をしているよね。羊羹の奥深さに比べたら、
それは浅はかで単純な色、こういう風に言うことができる。で、そういった日本の洋館などの菓子を漆器の菓子器に入れることで、さらにその色は引き立つことになる。菓子の色が暗がりの中に沈められて、ひとしお瞑想的にすらなる。だからそういった神秘的な菓子をいただくと、いや本当はね、そううまくはない洋館なんだけど、味に異様な深みが加わる。こういう風に作者の谷崎潤一郎は言っています。まあちょっとこれ洋館を褒めているのかけなしているのかはわからないけど、昔の人たちがそういったものを計算し尽くしてこういった菓子とか器を作ったんだとしたらすごいってことがわかるよね。で、これは赤味噌の汁などもそう、伝統の明かりの中ではなくろうそくの明かりの中で漆器の器によどんでいるのを見ると実に深みのあるうまそうな色に見えてくる。これは醤油などでも同じ。あのねっとりとしたツヤのある汁が闇の中で漆器と調和するとき非常にうまそうに見えてくるし、それが例えば豆腐や白身の刺身のように白い食べ物であったとしても、周囲や器が明るいよりも暗くした方が色を引き立たせることができる。で、白いものといえばご飯、飯だけど、それも黒塗りの飯別に入れられてこそ、そしてそれが暗いところに置かれてこそ、それはさも美味しそうに一粒一粒真珠のように輝いて見えてくる。このように我々の料理、日本料理っていうのも陰影を基調として影がそこにあるということは前提として作られてきたと言える。闇とは切っても切れない関係にあるということができるんだね。はい、ではここまでが前半部分で、後半部分では陰影、影と伝統的な日本座敷、日本の建築との関係を考えていきましょう。こちら日本座敷の床生を見ると、それを作った日本人たちが陰影の秘密、影の不思議とか魔法のことをよく理解していたってことがわかる。そこでは光と影というものが非常にうまく巧妙に使われているんだね。そもそも床生っていうのは木材と壁を使ってそこに一つのへこんだ空間を作り出しているだけだよね。でもそこに引き入れられた光線というものがどういうふうな効果を出すかってことが考え抜かれている。そこでは朦朧たる熊が生み出されるようになっているの。熊というのは奥まって物陰になったところ、そこが朦朧霞んで暗い様子になるように木材とか壁とかが配置されているっていうこと。もちろんね、それはただの影なんだけど、見ているものはその影を見ているとそこから英語普遍の静寂が伝わってくるかのよう、そこには不気味な静けさがある。きっと西洋人の言う東洋の神秘という言葉はこういったところから来ているんだろうね。つまりこういった床の間においては影が非常に重要な役割を果たしており、もしその影がなかったとしたらそこはただの空白に帰してしまう。で、伝統などでパーッとそこを明るく照らされると、そこからは英語普遍の静寂というものはなくなって単なる物理的な空間にしか過ぎなくなってしまう。つまり私たちの祖先っていうのはそこに陰影の世界、影の世界をそこに作り出すことで幽玄味、情緒に富んだ深い味わいをそこに付け加えたんだね。こういった影を作ることは簡単のようで決して簡単なことではない。その近くの窓のくり抜き方とか横木の付け方とか一つ一つは計算し尽くされている。見えない苦心がそこに払われているんだね。また特に書院の障子、その白々とした穂の明るさは作者を引きつける。作者はその前に立ち止まってその美しさを見つめて時が経つのを忘れるほど、もちろんね、こういった明かりっていうのはそこは書院なんだからいろんな書物を読むために作られた明かりなんだろうけど、いつしかそれは床の間の明かり取りに変わった。でもね、明かり取りって言っても全然明るくはない。そもそもその障子にたどり着くまで太陽の光は日差しをくぐって廊下を通ってくることでかなり弱められている。その上に障子の紙でろ過されるでしょ。そうするとその太陽の光はさらに弱められる。その明かりは明るさや暖かさを感じさせるものというよりかは寒々としたわびしい色をしているとすら見える。もうね、その光は中を明るくするためというよりかは障子の紙の色をしらじらと際立たせるに過ぎなくなる。で、これがさらに大きな伽藍建築の座敷になると、寺院の建物なんかになると庭との距離が遠いでしょ。だからより一層太陽の光線は弱められて、床の間を照らす光というのは季節や天気に関係なく、それが朝だろうが昼だろうが夕方であろうが、その白さには変化すら見られなくなっていく。それぐらいいつでもわずかな光、明るさしかそこにないっていうこと。もうね、その明かりを見ていると現実の明るさとは思えなくなってくる。その闇に跳ね返されるような弱々しい光を見ていると、それはふと普通の光線とは違うようなありがたみのある重々しい光線のように見えてくる。
そう、光がとても弱々しくて貴重なものであるために存分に明るい光があるよりもそれが尊いものに思えてくる。そこで私たちは悠久に対する一種の恐れを抱くようになる。そこの座敷は季節に関係なく、天気や地獄に関係なく、永遠に変わらないかのような静けさが流れているんでしょ。そういった神秘的な様子に囲まれていると、私たちは時の流れを全く感じることができなくなって、悠久に対する一種の恐れを抱くようにすらなっていくんだね。どうですか、今回の授業分かりましたか。陰影、光の当たらない影の部分のことなんだけど、そこには何という深さや趣が隠されていることでしょうか。作家谷崎潤一郎はそのことを私たちに教えてくれました。今回の解説を聞いたみんなは、その視点を持ってもう一度私たちの生活を見つめ直してみることで、私たちが失ってしまったもの、そして取り戻さなければならないものについて考えていくことができます。一度伝統の明かりを消して、ろうそくの明かりの下で漆器や日本料理、そして日本の建築というものを見つめ直してみてください。それでは今回の授業をこれで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を出していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。